おはようございます。絶望ラインコでございます。じっとりと張り付くような夏の朝、絶望の始まり。本日は第二絶望層で暮らす労働者の様子をお届けします。布団を畳みます。私の生き生きとした表情、輝いております。ティースの研磨作業、面精度20分のラムダを目指す。40歳独身男性と暮らす不幸な柴犬、絶望ライン犬。彼女の牙を磨かせていただく。反転させ、反対側も磨く。朝の業務、縄張りの保守管理。異常がないか嗅覚で確かめます。カリカリを起食。続いて朝飯の支度をします。目玉焼きを作る。小さめのを買いました。大葉を刻みます。もちろん普段はこんなことしません。冷や飯にたらこ、昆布、佃煮、刻んだ大葉、小ネギ、かっぱ漬け、わさび。さゆをかけて湯漬けにします。朝飯です。湯漬けです。目玉焼き、冷たい麦茶。こちらを見ていますね。起食いただきます。ザブザブと一気にかっこみます。思ったより濃い味です。わさびも効いている。財力の証、目玉焼き。朝飯は3分で食うのが労働のコツです。ごちそうさまでした。片付けて出かける支度をします。夏の友、首が冷えるやつ。労働はそこまで嫌ではないのですが、通勤が地獄です。今日も留守を頼むぞ、絶犬よ。
行ってきます。本日の卵屋弁当は鶏照り焼き肉じゃがでした。帰りの電車が大好きです。恥ずかしながら帰ってまいりました。夜の縄張り星ギョン、カリカリギョン、米とぎギョン、実際は洗い物から始まるので地獄です。ゴミ出しをします。缶ペットボトル、ゴミ袋をセットしていく。これは瓶用です。続いて燃えるゴミ、ゴミ出しをしたら飯が炊けるまでゲームをします。ストリートファイター6というゲームをやっております。飯が炊けたので食事の支度です。本だしとわかめを適当に入れます。豆腐も準備します。味噌を溶き入れる。味は全くわからん雰囲気です。ウインナーを焼きます。ギラついております。味噌汁です。麦飯を 1.5 合炊きました。動画投稿を始めて3年近く経ちますが、この頃おそらく動画投稿者にしかわからない孤独感に苛まれる。昔ニコニコ動画をやっていましたが、 P 絵師動画師
弾幕職人など数多くの友人ができ、今でも昔のようなリアルの付き合いがある。一方 YouTube は孤独な戦いです。仕事終わり、一人で深夜まで動画を作り続けます。人目に触れる機会が多くなるのはありがたいが、賛同される数だけ批判にさらされ、感情の起伏がなくなっていく。文字で残るメッセージのやり取りを避けるようになり、たとえ友人間でも LINE の文面から際どい冗談が消えました。これが動画投稿者としての宿命だとしたら、自分はその器ではありません。動画は趣味の域を出ない。この孤独感、疎外感がどこから来ているのかわからないが、動画投稿者同士の寄り合いがあれば参加してみたいと感じる。愚痴を言っている間に晩飯ができました。炊けた飯はおひつに移し替えます。飯をよそう合宿所みたいで楽しいです。今夜の晩飯、麦飯、わかめの味噌汁、木綿豆腐、目玉焼きとウインナー、納豆にご飯の友セット、そして麦茶。飯はまだまだあります。楽しむぞ。いただきます。雰囲気だけの味噌汁、おしゃれっぽく見えるだけの元カレ感。ウインナーで飯、これは雰囲気だけではない男らしさを感じる。ビューです。海の至宝タラコ、ロジャーの宝の正体はタラコだとかそうでもないとか。ああ、しかしこのうまい麦飯だけは食わずにいられん。茶碗の飯が消えたらおかわりをします。しかし飯は何かの代わりではなく唯一の存在です。たらこも飯もたっぷりある。幸せです。令和の高級料理、目玉焼き。所得に応じダブル、トリプルと増えていきます。私はいろいろな意味でシングルです。生めかしい目玉焼き丼、昔からこれが大好きです。
弁当もこれでいいくらいだ。飯の底にたまる醤油もまたうまいのだった。神隠しみてえに消えちまった飯を求め、おひつへ。明日の朝の分はどうやらなさそうです。豆板醤をちょいのせして食う、うまい。今年のふるさと納税はたらこにしようかと考えるだけで楽しい。縁も竹縄、納豆の登場です。転職回数の分だけ混ぜ飯にかける。納豆飯最高です。圧倒的婚活パーティー作法、思い出全突破。うまい、夢中になります。やっぱり飯が一番楽しい時間だ。ごちそうさまでした。茶で一服つけ余韻を懐かしみます。食事を片付け布団を敷きます。絶剣も手伝ってくれます。ありがたいですね。忍法、食パン回しの術。毎晩これなのか本当に楽しいです。歯を磨き風呂へ入ります。寝る前に柴犬にちょっかいを出します。就寝前の楽しみ、読書。闇の歯車を読んでおります。続いてインターネット、コメントを読んだり TikTok を見る時間。そして X です。やはり X が楽しいです。大好きな X。 いつもこうやって動画を撮っております。絶望動物キャメラマンごっこ。かわいいですね。遊んでいたらあっという間に寝る時間です。ここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。洗い物が地獄です。